現場から中継です。たった今VTuber 犬神コロネ容疑者を逮捕するため警察による家宅捜索が行われました。コロさん、どうしちゃったの？コロさん、犬神容疑者は動画サイトを通じてこのビルにファンを集め洗脳を行っていたようです。見ました、見ました。おまわりさん、隅々まで調べてください。洗脳した信者をコロネスキーと呼び、国家転覆を企てたとして警察に連行されていきます。コロさん。あ、犬神容疑者が出てきます。え、まさか本当に。自称 VTuber 犬神コロネ容疑者。顔よ、笑っています。とても悪そうな顔をしています。私は報道になる者としてインタビューを試みたいと思います。犬神さん、洗脳していたんですか？効果転覆をしようとしていたんですか？わわわ、何撮ってんだよ。コロネはいつもみんなの心の中にいるでな。洗脳してやるでな。この音いいな。ほら、洗脳ソング聞こえてきたでな。洗脳、洗脳、コロネが洗脳、かわいいコロネが洗脳中。洗脳、いで。おい、警察にやられてるべこだぞ。しばき上げパンチングをかまされるとは。せんな、コロネがせんな。コロネは必ずしゃべり込んでくれるな。首やべえべこだけど。あー、コロさん、待ってるべこだから、罪を償ってきてべこ。マジでマジで罪償